疲れです。お疲れです。今からなんとどこ行くかしますか？いや知らないですね。ごめんね、付き合ってもらって。あ、全然大丈夫です。この企画には君が必要だ。この企画には君が必要だよ。あのミッチー俺じゃないですか。はい。ミッチーって普段まあ現場で撮る時と、はい、まあ現場と作業ね、はい、あのカンカンやっとる方ね、はいはい、まあ多分少ないと思うけどね、今で撮る回数は、はい、で、あとあの YouTube 結構出るじゃないですか、はい、で今日現場も出てなくて YouTube 今撮ってないんですよ。あ、そうなんですか。今ドバに多分いるんですよね、はい、何してるかめっちゃ気になりません？ちょっと気になりますね。絶対サボっとるでしょ、はい、絶対サボっとるって。しかも、もしかしたらドバにすらいないかもしれない。あ、まだあの布団の中みたいなね。あれありえるじゃん、はい、ちょっと突撃しようかなと思って。いいですね。そうそうそう。でもこのカメラでね、はい、サボってる、もしおるんだったら、はい、サボってるところも激写して、はい、それも YouTube 上にばらまこうと。でこの間やってきたな、キャバクラのドッキリとかさ、はいはい、あれたまったもんじゃないね、ほんとに。ほんとにもう、じゃこれはでもドッキリの仕返しにならんもんね、はい、またちょっと別の企画でそれ僕考えるもんで、バチバチにもうめっちゃはめるドッキリを。あ、なるほど。とりあえず今日はそうそう、まだ泳がしとこう。あ、なるほど、うん、今日はもうちょっとさらすぐらいでこれで、うん、あの仕返しされたと思わせといてみたいな。そう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 、まだ泳がしとこうかな。はい。ミッチーはもうどん底にはめなあかんでしょ。ねえ、あれあかんでしょ、うん、あれやりすぎでしょ。そんな感じで、はい、じゃあちょっと向かってますね。もうあと5分ぐらいで着くんで、はい、ここにミッチーがいますよ。バレるとあかんね。ちょっと車ある車ある。仕事はできるのに、ね、プリウス失礼しょ。普通におるおるおる、いますよ。これあんまり出したらまずいんじゃない？普通に実名で入れてくるんだよ。これ日報のやつ、はい、G メール。これはこれらが、まあ、今度新しいドバを今度借りるんで、そこの、まあ、ちょっとレイアウトもちょっと考えようかなと思って。もう出しっぱなんですよ、これ、はいはいはい、バーってこの上のやつ。あ、カレンダー、これカレンダーまずいね。あ、これ入れ替え道場のね、ダッシュボード。仕事してる。仕事してる。仕事してる。仕事してたら何すんのだって。することないやん。ちょっと取れ高ないよね。やばい、ね、ボツになっちゃう。ちょっと弱いですね。ちょっと弱い、ね。弱いって感じだよ。最初に切ってきて。あ、ね、麻酔しちゃった。何？何？履歴って。あ、オフなんです。これ、仕事してるから9時29、9時29、まあ、午前中っすよ、うん、あー、出てきたね、これ出てきたね、これ、ピンクやつ、これねえ、これピンク、別にピンクないよ、ピンクナイツネット錦木って負けた、ナイツネット9時24分9時24分ちょ、まずいって、これ。あ、ちょ、まずい、自分の口で呼んでください、自分の口でちょ、まずい、はい、これはい、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 違うですね、これ。
キャバクラ錦さん、はい、はい、マンツーマンネットマンツーマンネットナイツネット、あ、ナイツネット、すごい見てるっすね、これ、はい、9時19分から、はい、マミヤちゃん、ひなちゃんこれ仕事、これ仕事なんですね違う違うさ、これさ9時これ仕事なんですよね、あ、昨日じゃない、昨日会社来たんで、僕これ9時だったら21時になるよ、ちなみに昨日、キャバクラ行ってましたよね、昨日は行ってましたね、そうですよね、はい、ですよね、行きました、でもちなみにこれはあれ復習ってやつですか、昨日みたいな、いや全然違う、昨日はまた別の場所なんで、それこれ仕事のやつなんですね、仕事のやつ、それに生きるんですね、いやいや、そう、仕事のやつ、はいはいはい、もう確実仕事だね、はいはい、じゃこれまずいじゃない顔出したらね、顔出したら顔はまずいで、顔は、ちなみにこういうなんか何、女の子に包まみたいな体の整理がサバサバして、もうやっぱあの全体としてやめよう、これやめよう、これやめよう、これボツ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 、今じゃまずは欲しいものは指名指名してるから指名してるから、いつも僕好きな男性のタイプ優しいと思って、うん、それ心できるんですか、まあ、ちょっとやめこれ、ちょっと消そう、これ消そう、一回ミッチ全然ダメだよ、いや、言うてるじゃん、ほんとに俺仕事してるからね、これ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 生誕祭、生誕祭、これじゃあこれこれタイム、これモザイクかけながらね、俺ね、モザイクかけながら男性のドキッとしたやつですわ、泣いてるかも、泣こうかな今日泣いちゃおう、今日泣いちゃおう、俺バンバン見てるじゃないですか、これいや、見とるっていうか、まあね、はい、まあ付き合いでさ、もう、また9時にもう、9時17分、キャバクラ、キャバクラで、19分、キャバクラ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 、まあその間ちょっとね、まあ仕事してねこれキャバクラのカレンダー入れてるんじゃないですか、これこの間ってここにキャバクラがあって、ここにキャバクラがあって絶対この、あの、3サイズ G で何ここでね、ここに引っかかったやつだね、これこのね、あのサーチが引っかかったね、俺の、あ、そういうフィルター、フィルターが引っかかった、この G っていう文字でフィルターが引っかかった、俺これちょっとモザイクかかってますけど、もう相当なんかキャバクラっていうよりもグラビアみたいなグラビアみたいな写真ですね、でかいね、はい、ちょっと大きいね、ノミネート嬢です、ちなみに何にノミネートされとんやつってやっぱおっぱいは大きい方が、まあ、そうですね、好きですね、はいはい、スイッチはまあ確かに仕事してましたね、ですよね、ちょっとびっくりしました、うん、あの2、30分仕事して、2、30分キャバクラ検索してGoogle カレンダーも自分のスケジュールをチェックして、違う、まずいっしょ、これまずいっすか、出したら俺叩かれるやん、叩かれないですよ、キャラから、ああ、キャラがあるもんね、安心した、ちょ、本当にこっち仕事してるやんで、はい、思われちゃうよ、ちょ、それ以外はありました、じゃあね、それ以外は仕事でした、ね、はい、たまたまその区間だけっすよ、はい、たぶん僕、じゃあ、はい、今日カメラ来るかなと、もうスタンバってたよ、あ、そういうことですか、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、なるほど、ちなみにあの、その、うん、コメントでも結構来とったんですよ、そうやってあの、うん、ミッチキャバクラ好きあー、来とったんですね、うん、錦で、はい、ミッチ見たみたいな、はい、うわーおいそれじゃなかったろそれやめろ、それキャバクラじゃなかったあー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 ちょっと待って、それはいかんで、マジで、ほんとにそれはでも、何ガチかわからんすからね、あのちなみに目撃談とか結構コメントしてくれるんですけど、まあキャバクラにいたよとか、やめろ、ほんとに目撃談とかさ、コメントしてくれるミッチいたよあーおい行ったよ、帰っちゃうよベッケンバーや、口をベッケンバーにした口あかんて、それはそれでも、嘘かもしれないですからね、まあ、多分嘘、それ嘘、ちなみにコメントが、うん、ちょっと12月7日に入ってるんで、多分6日の話だと思うんですけど、6日って何日、6日は今日は何日、今日9日なんで、6日が、金曜日ですね、ああ、花の金曜日ね、はい、錦三丁目のね、金曜日だね、あ、キャバクラ行ったんです、金さんって呼ぶからね、キャバクラ行って、キャバクラは行きましたね、その後は帰ったかな、そう、帰ったコメント読みましょうか、ちょっと思って帰りました、あーいい、閉めようか閉めようか、その行ったか行ってないかだけじゃ、行ってないうん、ミッチーはじゃあ、金曜日ライト、おいおいその名前出すやめろ、その名前出すやめろミッチー
はい、これガッチーじゃないですかこれ。もう俺もう名前変更します。今度からちょっとミッチーじゃなくて今度はガッチーにします。ガチガチガッチーのガッチーです。本当らしいですこれ。はい、はい、まあ、ちょっともう僕リーダーとかただもうコメント書くのやめてください。そうコメント書くのマジでやめてください本当にお願いしますマジで。じゃあ何で見れちゃうか。そうなんなら俺土曜日もなんかね、はい、仮駅でまあ飲んどったら、はい、あミッチーやミッチーやんってやるんですね。握手してくださいって握手したら次の日コメント入ったよつい。あ、入った入った入った。仮握手してもらった。それは本当嬉しいですよね。まあそういうのも嬉しいんですけど、ね、あの目撃談とかマジでやめてください。どこも行けなくなっちゃうつい。もう仮面かぶってね。そうそう、で会社にバレるからね、はい、一番まずいから。そうですね、会社のね。だからミッチーもこういう時ははい。こういう時はあの仮面かぶって行けば OK ってこと。そう、そういうことになるね。はい、そんな感じですよ。はい、はい、じゃあまあミッチーはまあちょっと、はい、仕事は本気でやってたけど、まあ、仕事本気でちょっと心が浮つく時間があります。まあだから心が浮つく時間は9時何分ですね。9時20分ぐらいね、はい、ぐらいから9時50分ぐらいまで心が浮ついてます。30分ぐらいはね、やっぱ仕事でね。そうそう、仕事でちょっとバーってやってるもんね。ちょっと息抜き、ね、1時間ぐらいは。そんな感じでした。はい、はい、じゃあぜひチャンネル登録といいね、はい、コメントっすね。コメントぜひ。であとあのあれっす、SNS であの、はい、Twitter と Instagram もやってるんで、はい、よかったらフォローしてください。お願いします。はい、じゃあまた見てね。いいですか。はい、はい、また見てこっち、また見てこっち、また見てこっち。はい、はい、じゃあ、はい、また見てね。